長崎丸山の図、勝川春亭が、当人に上流料を教える丸山遊女当館に出入りする丸山遊女丸山は、関営末から1956年の間に栄えた長崎の花町。現在の長崎県長崎市丸山町、寄合町のことを指す。鎖国令により、オランダ商館と同様に、関営18年、平戸の丸山から名称と共に移設された。 関英末頃の州象制度設立により、関英19年に、市中の遊女屋がすべて、丸山の地に集められたのが始まりである。外国人を対象とした遊郭としては当時唯一の、ものであり、丸山遊女のみが、当人屋敷屋で島に出入りすることを許されていた。後にその区域も整備され、町名も、多遊町から丸山町、寄合町に変更された。 1956年の売春防止法交付により、遊郭としての丸山は終焉した。その初めは、文禄二年、筑前博多の花町、柳町の若干の遊女小町、桶屋町、今博多町に移住させたことである。その数は、次第に増え、博多町、大井町、上谷町、小町、八幡田町、伊勢町などに散在していたが、寛永19年に丸山町、 よりあい町に引きまとめた。遠方版、長崎土産には、丸山町女屋五59件、遊女335人内、太六69人、よりあい町友情四44件、友女431人内、太五58人とある。元禄頃の状況を伝えるケンペルの機構には、長崎の丸山和系の島原以外では、 他に見られぬ園礼を表現しているとあり、花月郎のツールの枕は、当の幻想皇帝のヤギヒの遺物であると伝わり、遊女の服装が華やかだったことは、小田慶の女郎に、長崎省、江戸の行き地に晴れ晴れと、大阪の揚げ屋で遊びたいとあるほどで、伊原西閣の日本永代蔵には、長崎に丸山というところなくば、上方の金銭無事に帰宅すべしとさえ評された。現在でも、 長崎下流会として、長崎県番のもと、20人前後の芸妓たちが、健在である。2009年5月に、丸山公園内に、坂本龍馬の銅像が建てられることが決定した。この計画はかつても存在したが、地元住民の反対で、風東山公園に建てられる、よう計画変更されて以来である。丸山遊女の生活、宮本幸子、駒沢史学31。 19から46、1984から03、ありがとうございます。